こんにちは、のぶです。イエーイ。今日は超入門ということで、ダンスを始めたことない人とかやったことない人に向けてレクチャー動画を撮りました。スタジオに行くのってちょっと勇気いりますよね。まあ、社会人だったり大人になってからダンスしたいと思った人多いと思うんですけど、そういう方に家でもう自分でできるような動画を撮ってみたので、ぜひ練習してやってみてください。レッスンスターティン。それではまずは音の取り方からいきます。音の取り方はもうめっちゃ簡単です。なんかカラオケとかでなんかみんなこうやって聴くときにこうやってこれです。これなんですよ。意外とみんなこれがリズムの取り方で、もうどの音でもこうやって合わせるじゃないですか。これに合わせるだけです。これが音の取り方ですね。まあ、後から音に合わせてこれもやりましょう。これだけです。簡単です。まあ、このまあどれもそうなんですけど、これにステップがついたり、基本的な音の取り方これだけ。まあなんか難しそうに見えて、またクラップだけみたいな。で、体の動きいきます。体の動きは最初膝を曲げる、なんか椅子にこう座る感じで、よいしょ、曲げます。したら伸ばす、これだけです。あ、終わっちゃった。嘘曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、そうです、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。まあこれただこれだけやったらただスクワットみたいな感じですね、ほぼなんですけど、これに手がつきます。手がグーも一緒で、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、これも一緒です。膝と一緒のタイミングです。これ一緒にやります。一緒にやると曲げる、こういう感じですね。曲げる、したらそのまま伸びる、OK ですか？曲げる、伸びる、曲げる、伸びる、こんな感じですね。前から見たら曲げる、伸びる、こういう感じです。で、たまにこうだ、こういう感じになる人がいるんですよ。これ逆にちょっと僕できないんですけど、一緒に曲げます。全部一緒、曲げるのは一緒、曲げる、伸びる、曲げる、伸びるです。最初はこれの練習をしてください。手と足を、音楽に合わせなくていいので、この動きの練習だけやってみてください。はい、こういう感じですね。そしたらこれに次はお腹を入れます。お腹、ここだけだったら、まあ、結構誰でもできるんですけど、ちょっと素人臭いというか感じになるので、これにお腹を、お腹痛い、はい、これです。これ超高いで、これこんな感じです。こんな感じでお腹をグッて入れます。わかりますか？超長痛い、超長痛いのポーズです。これをしながらこういう感じで、わかりますか？お腹痛い、で膝を曲げます。一緒にで肘も曲げます。で戻る、もう一回お腹入れて戻る。ちょっとお腹痛いが難しいと思った人は、おへそを潰す感じと思ってください。お腹でグッておへそを潰す。おへそがここにあるでしょ、これをグッて入れます。そう、そしたら自然とこれで猫背みたいになるので、こういう形でやってみてください。これが全部やったらこういう感じですね。こういう感じ、 OK ですか？大丈夫そうですか？こういう感じ。もう一回いくと、おへそ曲げて、膝曲げて、手も曲げて、そうです、こういう感じです。そしたら次は頭もつけます。頭がうなずくだけです。こうやって一緒にうなずく、うんってするだけです。はい、うんってするだけ、 OK ですか？もう一個ずついきますね。じゃあ膝から、膝が曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす。最初は全然これだけでいいです。これをひたすら練習します。で、さっきのクラップ、この練習したじゃないですか。これ音楽で聴きながらこういう感じで、このタイミングに曲げる、
曲げる曲げる伸ばす曲げて伸ばすでやってもいいし、曲げる伸ばす曲げる伸ばすでもいいですという感じですね。1個ずついきましょう。膝、手、お腹、頭、1個ずつ動かします。最初は膝、ほい、膝、ほい、曲げて伸ばす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 。じゃあ手が曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。じゃあお腹はへそを潰して戻す、おへそを潰して戻す、潰して戻す、潰して戻す。いいですか。で頭がうなずく、はい、下向いて戻す、下向いて戻す、下向いて戻す。こういう感じです。動きはこれだけです。これをじゃあちょっとずつ増やしていきますね。膝を先にやります。その後に手をつけていきます。でお腹をつけます。で最後に頭をつける。いきますよ。じゃあゆっくりいきます。膝から曲げる伸ばす、曲げる伸ばす、曲げる伸ばす。手つけましょう。手も一緒に曲げる伸ばす、曲げる伸ばす、曲げる伸ばす、曲げる伸ばして、お腹おへそ入れて戻す、曲げて戻す、曲げて戻す、曲げて。じゃあ頭つけます。うなずいて戻す、うなずいて戻す、うなずいて戻す、うなずいて戻す。こういう感じです。大丈夫ですか。でリズムはこうね、もうリズムの取り方は実際何でもいいんですよ。こうやって片手右手でワンツーワンツーワンツー、これもリズム取れてるし、なんかワンツーワンツークラップよへんエビバーディーって感じでやってもリズム取れてますとか、こっちもワンツーワンツー、もう何でも、もう何でもリズム取れてるので、実際リズム感ないっていう人でもカラオケとかでこうやってやってるのは、これはもうリズム感があります。大丈夫です。はい、ということで、じゃあさっきのもう一回おさらいすると、膝が曲げる、手が曲げる、お腹がへそを潰す、潰して頭をうなずく。いいですか。横から見たら膝を曲げる、手が曲げる、じゃあお腹をグッと入れます。で頭をうなずく、これ一緒にやります。せーの、じゃん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 です。じゃあ次はさっきのクラップやったんですけど、これを実際音を聞いてとやってみましょう。何曲か流すので、それに合わせて一緒にやってみてください。この曲だったらわかりますか。これカラオケだとしたらこういう感じですね。わっさあわっさあ、これです。こういう感じ。おい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 、まあこんな感じです。じゃあもう一曲いきましょう。もう一曲、じゃあ次の曲はそう、難しくない、そう難しくないこれ。はい、まあこの曲だったらちょっと早いんですけど、こんぐらいですね。こんぐらい、こういう感じです。まあこんな感じで、まあ音の取り方、まあどのリズムもこういう感じですね。クラップで音の取り方を聞いてみて、で体は膝とお腹と、これをとりあえず合わせな、音に合わせなくていいので、この動きの練習をしてみてください。はい、いかがでしたか。
今日は音の聞き方とそれに合わせた体の動きをやったんですけど、次回はこれを組み合わせてアップとダウンっていうのを解説していきたいと思います。なので次回もお楽しみにしておいてください。僕はドットカラーでオンラインレッスンをやってます。全国の北海道から沖縄まで全ての人が受けれるので、ぜひ受けてみてください。詳細は概要欄に載せてるのでチェックしてみてください。それでは皆さん、チャンネル登録してますか？してないですか？もうすぐでちょっと8000人になるので、皆様のお力をお借りしたいなと思って、目指せ1万人ということなので、ぜひチャンネル登録してください。次回の動画をお楽しみに。